は JKMA 耐久系クラブユニシャオインストラクターの小西聡です。今日のテーマは膝の痛み解消ウォーキングです。膝の痛みの第一原因は何かご存知ですか？膝の痛みの第一原因は膝とつま先の向きのねじれなんですね。で、この体重ウォークキューブをやることで膝のねじれを取ることが可能になってきます。普段のねじった歪んだ足の使い方を解消して膝に最も負担がかからない筋肉の状態に調整を行っていくウォーキングです。はい、では立ち上がって一緒にやっていきましょう。まず両足の間は拳1個分開けてください。で、体はまっすぐでお尻が出たり抜けたりしないように垂直に下ろします。で、この状態を常にキープして体を移動していくんですけど、まず前に向かって進んでいきましょう。では片足を上げて、で、そのまま上げた足を上からスッと下ろします。で、足の向きを板の目にがあれば板の目に合わせてまっすぐに。そしたら一回後ろへ座ってみてください。この時によくこう骨盤がポコって抜けるんですけど、これをなるべく抜けないように鼠径部にしっかりと折り目をつけます。そしたらこれをこういうふうにねじらないようにまっすぐに置きます。はい、一緒に前に出てください。で、これを繰り返しで前1で2、腰をしっかり押さえた状態でグラグラしないように下がる。前はい、そしたら足をサイドステップして外に向かないように横に。はい、2で拳1個分ぐらいに調整して寄せます。3後ろ1 2 3。戻ります。左さあ、足の向き確認してみてください。反対いきます。1 2 3。サイド1 2 3、後ろ1 2 3。戻ります。1 2 3。はい、ご自身の足見てください。平行になってて親指と親指の位置が横で揃ってますか？膝の向きはまっすぐ向いてますか？胸は垂直になってますか？はい。で、もしここまでやった時に3回以上ぐらついたっていう方はちょっとまた動画を戻して一緒にチャレンジしてみてください。はい、これをやることでいつもの足の向きとは違った正しい向きに筋肉がずっと調整されて戻るように戻るように、そして中腰で行うことでその筋肉たちを刺激してしっかり筋肉をつけていくっていう作業と同時並行してやっていくエクササイズになってます。で、これがきっちりできるようになると太極拳の動作に入った時も今の調整された足の向きがしっかりとキープできるようになるので太極拳自体もうまくなりますし、太極拳をやっていく時に膝を壊すっていうリスクが
大幅に減少します。ぜひこの太極拳キューブ皆さんの練習に取り入れてみてください。本日の動画は以上になります。最後まで見ていただいて誠にありがとうございます。やってみた感想、何回グラスいったとかっていうようなことをもしよかったらコメント欄で教えてください。ありがとうございました。高評価もいつもありがとうございます。